回に引き続きの動画始まりました。はい、今回ね。どうした？あ、雨？はい、そうなんです。前回の動画ね、テントの中で流しそうめんという動画を見ていただいた方にはわかると思いますが、雨が降り出したんです。今回、サバイバルテント。2日目、いや違うな。1日目か。就寝編です。けど、オープンまだ7時ぐらいだよ。そうだね。雨降ってるから暗くなるの早いね。今日はオープンこのテントの中で寝るんでしょ。うん、うん、それでさ、実は今日クソ真面目気泡チャンネルさん、カメラマンさんがね来てくれる予定だったので、今ねカメラの後ろにねいます。あ、どうぞどうぞ。こんにちは。どうぞどうぞ。こんにちは。見えてない見えてない。あ、カメラがこうかくさ。これめっちゃ可愛い。はい、この後ちょっと動画を撮るって言っていたんだけど、カメラをお願いしていたんですが、あの王くんがさっきこのテントの中で流しそうめんを食べて、うん、でも今日この中で寝るって。寝るの、うん、ここ寝たいって言い出したので、ね、寝ます。寝ます。はい、パブさんも一緒ですか。そうだね、そうだね、うん、そうします。はい、すごい。そうめん、何やってんのか、それ何の動き。え、これなんか拭いたの。え、そうめんとか言って、はい、拭いてません。サバイバルそうめんなので拭きません、うん、男なら。でも拭きますよ、じゃあ私、ね、多分。ああ、ありがとうございます。あのそうめんつゆとかびっちゃびちゃだと思います。ウィーンとかって言って、うん、じゃあ拭いて、オークン寝る準備しましょうか。雨降ってきたね。しかも多くね、これ雨が降ってきたからこの外で寝たいんだって、テントの中で ね, ね。すごいなこれ。でもあ、拭いてもらっていいの。あ、ありがとうございます。じゃあ準備します。ありがとうございます。よかったね、多くん拭いてくれるって、うん、イエイ。 ありがとうございます。イエイ。ちょっとあれじゃない、実はあの入ってみたかったんでしょ。それもあるけど、これ本当すごいな、なんか雨が入ってきちゃった。そうそう、あ、水びちゃって言ったよ、これ。え、水、え、なんでそれ、なんでそんなに濡れてんの。多分これが、あ、中入ってたからだと思うけど。めんつゆとか飛んでないですか。ありがとうございます。めんつゆとかもちょっと飛んでるかも。え、あ、え、雨降ってる、青森めっちゃ溜まってる、これ。え、ほら、ほら、え、マジで、うん、雨漏りしてるようです。そう、そうなの。マジ？水に入れてればいいんだよ。わ、本当だ、ね、え、なんでなんで。とりあえずあと拭いていきましょうか。はい、はい、え、やっべえこれ。タモさん足濡れるし、はい、きますよ。なんでお守りしてんの。そうだと分からないんだけど、ほら、え、さあ、ほら、おー、ティッシュでもいい。ティッシュでもいいですよ。はい、はい、はい、ありがとう。おくん、これ照らしてあげたら。うん、あ、懐中電灯、懐中電灯で照らすよ。ありがとう。え、見える？それで。うん。嘘。じゃあゴミもらいます。吸い取ったら。あ、すみません。ほら、はい。もったいないのでね、ここでね。あ、ここやばいか。ここやばいんだよ。再利用で。再利用でき、これ再利用できそうですかこれ。カメラマンさん。はい。これか、あの再利用。え、で、できる？できるんだ。なんで入ったんだ。状況確認中です。状況確認中です。これどっか穴開いてるんじゃない。これ防水なの。防水でしょ。違うのかな。けどコールマンのやつだから結構しっかりしてるはずなんだよね。そうだよね。コールマンは最強。コールマン最強だよ。めっちゃいいところだからね、これ。わかんない。オッケー、ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。これで、ね、寝たらまた朝になったらびっちゃびちゃになってるかな。お風呂入れなくていいんじゃない。さ、お風呂入れなくてこれでいいんじゃないって言ってた。無茶だね。あ、しょ、パパハゲ減らいこれ。あとは、どうですか。じゃあって。オープンチェッカーどうぞ。ウィ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 。どうですか。オープンチェッカー。脱毛は。行かなくていいです。え、脱毛に行くんじゃないよ。脱毛行ったら抜く方じゃん。ね、脱毛行かない方がいいです。ハゲちゃうよ、脱毛行ったら。ハゲ度 20%。
ぱちょっとこれもでもここら辺も拭くわ。うん、冷たこれちょっと照らしはどうなんだろう。ほら、うわぁ変わんないですね。ねあ、おくん、パパの iPad ない？え？パパも、それなんか今ね、おくん、あの、ぬいぐるみとさ、スイッチとか持ってたからさ、これさ、内側のさ、このお水が入ってきてるから、はい、これちょっと閉めこれをここで、ぐやっとあー、そうなんだ。これいけそうですか？あれ、パパ、iPad ない。え？ iPad ない？うん。あれ？パパの iPad なかったです。あ、やばい、大丈夫？大丈夫じゃない、開けてる開けてるどこだ、ちょっと待ってちょっと待って、ね、どっちでさ、俺のせいじゃん。あ、ここじゃよしよしよし、大丈夫、下にあったわ、ごめん、うちの息子がやらかして申し訳ございませんでした。閉じ込められたことだった閉じ込められちゃったもんね。そうだよ。え、まだずっと濡れてる？そうなの。なんでだろう。なんかね、今ここを伝って、うん、来てんのね、来てます。パパの設置の仕方が悪いんじゃないこれ、なんかあるようです。ここら辺から漏れてきてるんだよね。あ、ちょっとやばいね。やばい、こっちもまた見つかまって。じゃあ、オー君、その中にあのグミにも詰め込んどいたらグミ、美味しそうな水が流れてくるオー君、ハイチュウ詰め込んだらいいじゃん。いいこと思いついた。何何、ハイチュウ？違う。何？さあ、オー君隊員、原因を突き止めているようです。あ、分かった、このチェックのところからだ。そうなんだ。だから、うん、テープで、あ、なんかテープ持ってくるようですよ。ついにはヒーローが来たぞ。え？あ、このチェックのところから雨が入ってきてんだ。だから、オー君はそこにガムテープを貼るようです。こう持ってたらいいじゃあここ、一回ここで切りたい。ここで切りたい。はい、よし、できててなる。えこれで、なんか30、20ぐらいにすれば、うん、いいと思います。ちょっと持ってください、はい、ガムテープ貼るって大丈夫？テントに。よし、ここにここを切ってください。あの、ちなみにね、こちらの商品ね、欠陥でこうなってるんじゃないと思います。多分だけど、雨用ではないと思います。隠れてきますって。大丈夫だ、補強しましょう。またまず、とりあえずここだ。はい、大奥も補強しております。ああ、だめだこりゃ。テントの上に傘差すんだから。あ、テントに傘を差すの？そう。あ、天才かも。天才だね。絶対天才だわ。でも中に入れないじゃん。ちょっとこれ。オッケー。じゃあパパ傘準備してくる。お願いします。先生、補強続けますか？はい、はい。ガムテープ切っていきましょうか。うん。これぐらいいりますか？はい、これぐらいですか？それぐらいはずっと。はい、そうしてます。ちょっと教わったぞ。傘持ってきた、傘持ってきた。はい、これ、はい、よしよしよし。おいおい、ボットボトやん。おい、これどうにかして、どうにかして。ボットボトやん。テントに傘ってすごいな。あ、わかった、テープで、テープでやればいいんだ。あ、テープで、テープで。え、これでも閉めるとき、これこれ大くんがテントに傘を差しているよ。この持ち手がさ、前に来たらダメなんだよな。あ、これでいいか、これ。うん、ね、でも居心地いいね、これ。いいでしょ、うん、大くん気に入っちゃってさ。わかるわ、なんとなく。雨が降ってきたから寝たいんだって。あ、やばい。どう、いけそう？オークね、なんかガムテープでね、補強するの得意だからね、うん、自分で剣とか作ったりさ、だからスパル、僕はスパルタ兵士だとかって言って盾と槍か、あれ作ってるもんね。じゃあ、私特攻剣させられ
られそうになったもん。え、スパルタ今日行く？スパルタ兵の特訓？明日は5時から特訓を行く。あ、そうなの？そんなことやってたの？じゃあ王くん今度はあのスパルタ兵の真似ちょっとやってみてよ。紹介してよ。持ってるんでしょ？ねえ、スパルタとかって言ってたね。うん。あ、もういいんじゃない？いや、まだ。あんまやりすぎてさ、王くん今度取るときに大変だからさ、今度こっち側もやろうよ。王くんが改修工事を行っております。どう？もう雨は入ってきてない？あんまり入ってますね。え、入ってる？ちょっとね、あの、クソ真面目さん、これ靴履いてない？ちょっと、気持ちいいよ。めっちゃ靴、びっくりした。え、どういう体勢だと思って。ガムテープはね、うん、雨にも強いから。これ私の余裕だから多くの余裕だね。あ、でもちょっとマシにあったでしょ。結構マシじゃない？ほら、向こう側は多分カバーできてて。ちょっとこの、これ何これ？え？これ押してる、これ傘の絵。傘の絵。これはしょうがない。だからこれびちゃびちゃだから、ここは多く真ん中だけで寝た方がいい。寝相悪いから。そう、これ建築編だ。あ、テント建築編。そうだね。雑巾4枚四隅に置いてる方がいいかも。ああ、そうだね。うん、ごめん、王くん、これ、あの、雨用じゃなかったわ。あ、テントね。いや、まだ補強が大事だ。閉めてみたら、あそこまでちょっとぐらい水大丈夫じゃない？どういうことだ？王くん、けど、あまり張りすぎたら、次、ね、片付けの時にやばいぞ。大丈夫だ。原因分かった？そこは違うでしょ、多分。いや、多分ここも大事で。うん。でも傘のあるところで寝ればいいかもね。うん。ね、多分8割方カバーできてると思います。ね、うん。それよりもこれ開けてることの方が問題かもね。その方がね、ね、ここ大きな扉というか、こっち ね、入り口。で、そこも漏れてた？ここからこう落ちてくるから、ここ封鎖です。通り道を封鎖？あ、どうするこれ。ここですか？これはです。え、そこも貼るんだ。まだいりますか？うん、どこに貼ります？しっかりと貼ってるね。奥、左側一番。そこ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 。ちょうどね、奥見て、カメラ。ちょうど奥の頭で見えないんだけど。奥、ちょうど奥の頭で見えないけど、ほら。見えるかな、みんなは。いけ。50。オッケー。あと真ん中。え、まだやるの？なんかブランケみたいになってきたね。じゃあブランケやん。もういいでしょう。よし、いいですか？ちょっと待って、クソ真面目さん、足びっちゃびちゃじゃん。びっちゃびちゃですよ、これ。びっちゃびちゃ。ほら、もう色違うもん。そう。色が違う。さっき、この雨の、この中のが、どこどこ持ってきたの。あ、ちょっとこれ。はい、こっちは。よし。もうサンドリですね。オッケーだ。え？先生、これちょっと入ってきた。お、傘さした、傘さした。やばいと。そして傘に傘を差すの？あ、傘に傘を差すのか。あ、もうそれでいいじゃん。開けといて。これいいんじゃない？ちょっと待って。足が濡れてもいい。え？大丈夫か？え、何やってない？すごいぞ、これ。テントがもう。え、なんかガムテープチってついてんだけど、チって。あ、そこに引っ掛けてる。引っ掛けてる。仮止めできてんじゃん。王くん両手話してるぞ。え、どういうこと、どういうこと。じゃあ手伝ってあげよう。お、持っておくわ、パパも。はい、はい。お、だんだん、お、すごいすごい、すげえ。ちょっと、ミスった。ミスった。あ、ミスってもそこにペッて貼った。まだまだ押し寄せております。大丈夫だ。前の方はもう完全に浮き止められてる。沈没してます。沈没はしない。どんどん補強しだしたよ、王くん。え、やばい、テントグワングワンなってるぞ。グワンってなったね。なんか
いい感じだぞ。ほら、すげえ。このサイドもさ、防御できてるじゃん。ほら、ここサイドの窓も防御できているよ。こっちも向こう側もね、最初つけた傘で防御してるし。え、すげえ。猫とか来たらどうすんの？大丈夫だ、絶対に来ない。ここはこんなの外でさ、アライグマみたいなやつだよ。カニ？めっちゃ可愛かった。アライグマがいるんだって。アライグマみたいなのいますよ。僕なんかこうやって作る系好きだよね。自分でスパルタセット作ってたもんね。俺図工めっちゃ好きよ。好きだね。得意だし。グワーンってやばいやばいやばい。ここを固定したら動かないし、こっちも動かないから、へえ。ここ全然濡れてない。濡れてない。そう、防御できてる。そう、全然濡れてない。さっきのちょっと濡れたけど、うん、大丈夫そう。まだいる。あ、クソ真面目さん、ちなみにあの、水たまりどうですか？あるんですよ。え、まだある？うん。え、どこらへん？四隅。え、まだ溜まってる？ここと、これ。うん、これ水の音。うん、こっちも、こっちもちょっと溜まってる。え、さっきよりマシ？こっちはね、こっちはまだ溜まってるかな。でも大丈夫じゃないかな、これで。だから、奥は真ん中に寝てください。奥君、これサバイバルテント。そう。雨降っても大丈夫だよ。うん、めっちゃ水入ってたけどね。でもこんな大雨が来ると思わなかった。うん、やった、雨だって言ってたもんね、さっきの動画で。漏れてきたの。そう、流れていったの見えてる。まあ、テント自体がね、多分雨用じゃないから。ね。うん。よし。そしたらあと四隅に置くタオルちょっと持ってきますので。はい。それで楽しんでください。ありがとうございます。はい。ただ掃除するって言ってだけがとんでもないことになりましたね。あ、大丈夫。あとこれもう引いといた方がいいかも。もうあと2個ちょっと雑巾持ってきます。あとこれさ。反対側に置いて二重にしててもいいかもね。うん、あとこれどうぞ。はい。傘こうなってたんだね、すごい。もう一個持ってきてくれた。何を？あともう一個タオル。はい、わかりました。はい、オークの大好きなポンポンプリン一緒に寝てください。寝れちゃう。はい、スイッチ。ありがとう。一応さ、はい、予備に二枚持ってきておきましたよ。はい、はい、どうぞ。ありがとう。はい、じゃあ、おくん、ライトは？ライトも一応持っておく。はい、ね、命の明かり。飲み物いる？飲み物いる？うん。すげえ、秘密基地がだんだんできてきたぞ。おくんの、おくんのお家？これがマイハース。手伝おうか、いいか。あ、そこで、ちょっと、あ、ちょっと待って、真ん中だけ開けといて、ここ濡れないからさ。うん、どう、奥君これ。それで奥君、お水持ってきてくれたよ、ジュース。そうそう、鏡物です。そこから受け取るんだ。じゃあどんな感じか中身見てみましょう。じゃあ中を見てみるよ。奥何やってんの？拭いてる。うん、こうやってカメラをこうやって入れてこうかな。この中が奥のお家です。ライトつけてる？うん。つけてんだ。明るいっすね。うん。ちょっとパパも入っていい？ダメ。ダメ？ちょっと待って。パパも入りたい。え、めっちゃいいじゃん。これ。ここで明かり。明かり。くつろいでいるかな？めっちゃくつろいでるし。飲み物大丈夫？うん。熱くない？うん。すげえ。おーくん、これ秘密基地ができました。なんだこれ、テントに傘をさしてる。多分ね、ここのね、小窓とかこのファスナーがあるところから浸水してくるんだね。で、うん、ここマリオメーカー2のさ、はい、うん、あのカード持ってきて。え、
マリオメーカー。あ、そっか。うん。オッケー。はい。どうぞ、濡れちゃうから。はい。これなんだ？スプラトゥーン。あ、スプラトゥーンか。オッケー。やってる、やってる。やってるし。この映像をここから見た人だったら今は何の映像ってなるねこれ。え、どうした？パパ、うん、この人形さ、あ、出す。オッケーオッケー、ちょっと待ってよ、奥の大事なね。よしよしよし、ポンポンプリンちゃん、オッケーです。人形もうパパと一緒に入れていい？ダメダメ。なんで？え、臭くなる。出さないわ。どう、快適？やってるぞ。何やってんだ中で。もう一回見てみよう。なんかやってたぞ。動いていたぞ。なになに、なに。15分ほど経ちました。おくん、ん。いる、大丈夫。どう、雨漏りどうですか。大丈夫じゃん。ん、あ、何度も言うけどね、この商品が景観じゃないからね、雨用じゃないはず。やばい、手が濡れてカメラが、僕やばい、下に向けると水が。寝てる、起きてる。うん。で、奥くんその体勢でやるとさ、目が悪くなるからさ。奥も寝る。うん、本当に寝るの、ここで。オッケー、じゃあ奥くん寝る準備しましょう。はい。奥くん、歯ブラシ持ってこようか。うん、持ってきて。テントの中で歯磨きするの？うん、マジで大丈夫？大丈夫だよ。おくん、いるいる。本当に？この中で歯磨きする？行こう、せーの、さ、よし。歯磨き粉少しついてるからね。うん、おくん、本当にテントの中で歯磨きしてるよ。今さ、いろいろパワーが取ってきてさ、テントの中から出ていないじゃん。うがいどうするの？出るよね、さすがに。オッケー。水入りバケツとか持ってきてっていうのかと思ったよ。じゃあ、おくん、しっかり歯磨きしてください。くれた？ちょっと閉めておく、閉めておく。何でもうんって言うじゃん。大丈夫？苦しくない？苦しいの？いやいやいや、どっちだよ。ジョー君苦しいんだったらやめようか。うんって言わない。出る？出ないの？ずっとここにいるの？なんでもうんって言わないね。どう、楽しい？うん、本当にここで寝るんだよね。うん、マジか。あ、けどさ、これ窓開けておくからさ、鍵開けておくからいつでも入ってきていいからね、夜。今ね、7時45分ぐらいなんだけど、もう寝ちゃう？うん、ん、眠いのも。あ、補強したから疲れたかな。自分で補強してなんかね、こんな基地みたいにしてすごいね。お返してくる。はいはいはい、じゃあカメラ止めておくね。歯磨きもしたし、奥くんも寝るようです。奥くん、スイッチやっちゃダメだよ、もう。え、あ、じゃあパパスイッチ預かっといていい？あ、いいの？本当にやらないんだ。オッケー。オッケー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 。いい、出て出て、待て、よし。オッケー。よし。あ、カチャンって言った。ライト消した。うん。じゃあ、おくん、おやすみなさい。おやすみ。おくん、本当に寝ちゃったよ。マジで寝る？うん。すごいな。おくんも入っていい？ダメ。ダメ。ダメか。じゃあ、おくん、おやすみ。おやすみ。少しね、時間が経ちました。オウくんが本当に寝ているか見てみましょう。ちょっとね、開けてみようと思います。え、マジで寝てる。じゃあこのままもう寝かせようと思います。オウくん本当に寝てます。今回はオウくんのサバイバル通信編を、はい、お送りいたしました。基地みたいにすごいね。じゃあね、オウくん、おやすみ。また。
たね、後でね、ちょこちょことね。大丈夫か、様子を見に行きます。OK、ここに空気穴が開いてるからね、大丈夫だと思います。